さあ皆さんこんにちは、ダイタラです。やっていきましょうか。ペーパーマリオ折り紙キングです。オリビアちゃん、本棚の上に何かありませんか？どうにかして落とせないかしらね。メモしておいてうまく見ますか。いえ、はい。というわけで今ここはね、なんかね、オリビアちゃんが生まれた場所なんですよ。ここでね、多分ラスボスであるお兄ちゃんね、オリーにおられて、オリビアちゃんは生まれたんだよね。ここかな、多分テーブル。私はここで兄上に折ってもらったんです。懐かしいですわー。だってふむ、なんかここ叩いたら出てこないかな。椅子とかがあるけどなんもないな。でもチリンチリンってしたよね。すごい、全部折り紙で作ったのかな。この辺のやつも床にも折り紙が散らばってる。調べる。これなんだろう。これ全部折り紙でできてるみたい。すごい、すげえ な頭がめっちゃいいんでしょうか。さて、どの本読みますか。だって折り紙祭りのガイド、折り紙だらけの祭典、楽しい折り紙祭りがキノピオタウンにて開催される。そうだね、開催しようとしたらなんか乗っ取られたんだよね。確かプロの折り紙職人による、情景折り紙、折り紙城も展示予定だ。これか、多分今作ってるやつ、折り紙城って。さあ、面白折り紙入門ね、面白折り紙入門、監修が折り紙職人さん。蝶々やお花など定番の折り紙になれたら、次は面白折り紙に挑戦しよう。いや、蝶々やお花も作れる気しないけどな、俺。カメックの杖、難易度 A。マリオのハンマー、難易度 B。ピーチ姫のティアラ、難易度 C。みんな作れるかな？カメックのやつ、難しいんだ、地味に。紙の選び方、折り紙を折るにあたり、紙選びはとても重要である。今週の一作を折るときは、お気に入りの特別な紙を使って、素敵な作品に仕上げよう。確かにね。でも俺、ね、100円で何枚入りの折り紙しか使ったことないや。さあ、これは、こっち本棚別のやつかな、こっちは。あ、まだ違う本棚だ。便利な道具。色鉛筆。折り紙に直接絵を描き込んでリアリティを出すぞっていう。輪ゴム。バラバラになった折り紙を束ねておくのに便利だ。これ文房軍団？ちょっと待って。次のボスわかるぞ。パンチ。アクセントに穴を開けてみよう。くれぐれも顔に開けないように。ホッチキス、絶対次のボスだ。ネタバレだぞ、これ。最後の仕上げに合わせ部分を留めておくと丈夫になる。だって。禁断の折り紙。緊急スクープ。折り紙界最大のミステリー、すごいことが起こる禁断の折り紙。その折り方は複雑で膨大な手間がかかるらしいが、果たして真相は。なんだろう、禁断の折り紙って神様かな。さあ、ここの上にある本が落ちてこないかな。兄さん見て、本棚の上に怪しい本があるよ。でも高すぎて普通のジャンプでは届かなそうだ。いい考えがあるよ。どうする、兄さん。僕を叩いて。え、ほら、ええよー。叩きすぎ？ねえ、ルイジさんにいい考えがあるの本当かしら。だってこれってこのなんかバネみたいになってるから、ここで飛ぶのかな。うん、ルイジまたね。ルイジごめんごめん。はい、ぴょいーん、ナイス、おいえーい、アクション技ですね。さあ、これかな、剥がしましょう。さあ、テープにくっついてる。おお、本棚を取ると、なんだその本は。ここなんかないの、楽しいところ。ね、いっぱい折り紙があるよ。あらら、落ちちゃった。さて、調べてみようか。ぬ、命折りの極意。これが禁断の折り紙のやつかな。命折りとは、熟練の技を持つ職人だけが修練を重ねて得得できる。折った折り紙に命が宿る究極の折り方である。これでオリビアちゃんが生まれたんだよね、多分。命折りをしながら念じることで、折り紙に人格が生まれ、意思や感情を持つようになるだろう。命折り、私は兄上はこの命折りでおられたかもね。うん、神の手かな、これは。助けてくれ、次元の狭間がどうとか言ってたやつかな、多分。ルイジー。はい、救ってみせよう。どこだどこだ、ここが。えい、あ、中にいるぞ、人が。こう、ほら、大丈夫か。めっちゃ封印されてるよね、厳重に。これが折り紙職人さんかな。大丈夫？おう。ああ、マリオさん、助けていただきありがとうございます。私はここで折り紙を折りまくってる折り紙職人です。あら、折り紙職人さん、もしかして兄上折りました？オリビア？まさかオリビアかい？あ、知ってるの？一体誰に折ってもらったの？オリーは一緒じゃないの？あら、やっぱお兄ちゃんだ。はい、それが兄上はやばくなったんですよ、お兄ちゃん。
あんたが会った、おったお兄ちゃんやばいよ、マジで。そうか。オリーがあちこちでそんなひどいことを。私がオリーを折ると、命が宿ると同時に、いきなり怒り出して、私を壁に閉じ込めたんです。え？折った瞬間なんだ、怒ったのは。その後、オリビアを完成させ、オリビアに、折り紙に使う道具たちと一緒に、ここを出て行ったんでしょうか。あーね。パンチとか色鉛筆とか。なるほど。折り紙職人さん、そもそもどうして折り折ろうと思ったの？ん？私は折り紙祭りのメインを飾る出し物としてこの折り紙城を準備していた。そして城の主として折り紙の王様オリーと妹のオリビアを折るつもりでした。なるほど。でも私の代わりに折り紙のオリーがオリビアを折ったなんて。私の職人技で生まれたオリーもまた命よりが使えるということか。なるほど。それでどん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 ね。ね。みんな折り紙にされていたわけやね。この騒ぎの原因が私の命よりだなんて責任感じます。どうしてくれんだ。嘘嘘。なんとかするよ。職人さん、私は命をもらえてとっても嬉しいですわ。綺麗なものもたくさん見られたし、楽しい思い出もいっぱいできて。たくさんの素敵な仲間とも出会えたんですもの。だからひどいことはやめて、みんなで仲良く暮らせるようアニメで話をしたい。いいこと言うなぁ。そうだそうだ、そのためにはピーチ城の鍵が必要なんだっけ。こうしちゃいられない。ピーチ城の鍵を探さなくちゃ。みんなまたねー。ルイジまた泳いでいくんか。おいえーい、ルイジー。そういえばさっきルイジさんがくれたダイヤの鍵って何かしら。意外といつも大事な鍵だったりするから、あれもきっとそうなのかも。意外と有能だからな、ルイジって。マリオさん、もしかしたら紫テープと関係あるかもしれませんわ。もうちょっと大海原を調べてみたら使える場所があるかもね。あるかな。オリビアはマリオさんとの旅で優しいだけじゃなく、とても強くなったみたいだね。よかったよ。なんかないの？私には折り紙を折ることしかできないし、オリのことは君に任せたよ。マリオさん、引き続きオリビアをよろしくお願いします。オッケー。はい、じゃあ行ってきまーす。ね、なんかちょうだいよ。作ってよ、なんか折り紙。鶴とか折って鶴。ね。マリオさん、折りが迷惑かけてすいません。オリビアよろしく。あれ、ここは何もないんだね、他には。よし。さてさて、一応、オリはどうして生まれたのかとか、ね、そういったことはね、知ることができましたね。いや、ルイージマジで泳いで帰るのかな。ちょっと待って待って待って、じゃあ何？オリビア、このメモを持っていって、きっと何かの役に立つから。何？これは？はい、ありがとうございます。なんかもらっちゃった？えへへ、いいものもらっちゃった。何もらったの？オリビエちゃん。マークは見るけど、何もらったの？あら。いや、この模様ね。うん。真ん中やっぱ行くのかな？すげえ雑に描いてるし、あの絵。写真がそのまま来るかと思ったら、オリビアちゃんが手で描きましたみたいなマークになって、ちょっとほっこりしたっていうのは、内緒な。はい。これ調べたっけ？ここは。おいでよ、パラダイス。パラダイスとは何なのか、わかりません。多分真ん中にあるダイヤのね、ところを、サルベージっていうかね、潜水艇潜らせたら、何かダイヤの鍵使うところがあるっていうふうに予想してるんですけど、いかがでしょうかね。どうでしょう、帰るか。うーっす。全然待ちくたびれてなかったわ。はい。ではではね、そのさっきマップで気に言うと、ここの左上。行ってみましょうか。さて、海図があるから便利ですね、ほんと。さあ、目的地はもうこの辺でしょうか、おそらく。はい。多分この辺だと思います。ここなんかないかな、こういうとこ。なんもない。カナピオ10コイン。マップ的にはここだと思うんですよ、ここ。もうほんとに。ちょうどね、各島のど真ん中、ここら辺。ほら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 、何かがあるはず。行ってみようか。コポ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 、深いな、いつもより。なんかあるぞ。なんだこれ、ダイヤモンドの形してる、もしかして。おっきい、何これ。鍵はめるとこじゃない、あのあそこって。うわー、これは海の底に巨大なダイヤとは古代人もびっくりだな。見つけちゃったね。ど真ん中にダイヤモンドの形。オッケー、丸です。
ほらほら、そこか、絶対鍵だよね、ルイージが持ってたやつ。え？穴があるな。使えないかな、ルイージのやつ。これ。ウィーン。入る？あ、入った。よし。ぐるる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 る。ぐるるるるるるる。あれ？ちょっとずれてる。さあ、ダイヤモンドの形に綺麗にはまって。どうなの？入り口が開いたのかな、これって。開いたー！中入ってみませんか？行ってみようか。よし、出発進行。いや、ぶつけないでよ。怖いな。さて、ダイヤモンドの不思議な遺跡の中へ。なにこれ？パラダイス！楽園では？来てしまったか。空気があるの、ここ。おいえーい。なんだ、ここ！綺麗なとこだな。うわー、すごい！ダイヤの中がこんな風になってるなんて。木とかお家とかあって、まるで島みたいですわ。うん、ふん。海底に眠るダイヤの中に陸地は、これはまさしくダイヤ島だな。なんか像があるぞ。ダイヤの鍵を手に入れ、よくぞここへたどり着いたな。アドモス、ここでは、力、知恵、勇気、三つのトライホースかよ。ね、試練を受けることができる。それぞれの試練を乗り越えたら、その証としてオーブを授けよう。ではでは、幸運を祈る。どこからでも好きな神殿に入り、試練を受けてオーブを手に入れよう。だって、オーブ？何それ、商品みたいなものかしら。まあなんかもらえならやってみましょうか。そうだね。ついてきてくんないの？キャプテン。大海原に戻るならそう言ってくれ。冒険はしてくんないんだね、ピオさん。ドヤ顔だけしていつも。ねえ、3つのオーブがもらえるみたいに、もらえるものなら欲しいですわ。わかる、俺も欲しい。さあ、力、知恵、勇気。まあ、力からいきましょうか。まあね、パワーイズ正義。パワーイズ正義、大ダラですので。で、まあ、力といえば、まあ、俺ですよ、皆さん。任しといてください。そう、奥にセーブがあるので、先セーブだけしておきましょうか。ね、力の大ダラ。ほい。アドマス。ここは、ああ、なんか壊せんだ、ここ。これ、なんて待って、力の試練受ける前にね、寄り道してしまった俺たちは。クマがいるよね、なんだ。うわあ、面白い山。あれ、何かの動物？リス、ウサギ、シカ？違う。クマさんですわ。北極グマ的なやつ。ひんやりしてそうなお山だから、白クマさんに会えるかもしれませんわね。行ってみんの？奥へ。行っちゃったよ、俺。試練受けなくていいのかな、俺。うわ。これ絶対なんかあんじゃん。でも先にあの宝箱だけ開けに行こうぜ。なになに？マリオさん、私も多分同じこと思ってるかも。寒い。とっても寒いですわね、ここ。どうしてこんな寒いのかしら。ピン、ピン、ピン。私の、さすがの私もこれにはピンときましたわ。これで多分。氷の神様がいるの？氷神様。俺ピンときてなかったわ。そうと分かればいつまでも寒がっていてもお寒いだけですわ。ほら、氷神様も笑ってるし、頑張りましょう。え？順番はどっちが正しいんだろう。氷神様。やーん、敵めっちゃ怖い。カニだカニ。これだけ取りに来たんだよ俺は。キラキラアイアンブーツ。アイスボルスとかもいるね。先にでも試練受けちゃおう。まあ寄り道は大事ですけどね。ほどほどにしておかないとね。はい。それではね、こちら行きましょうか。力の試練よ。あら、この魔法陣初めて見ますわ。いろんな力が湧いてきます。これなら私どんな神様にもなれちゃうかも。わ、すごい、オールマイティ神様だこれ。どの神様の力使いますか。じゃあ水神様で。いや、待って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 、スキップしとくね。これはちょっとスキップしちゃうけど、え、変身しちゃうの。え、どうすんの。おえーってしたけど、どうした。水吐いて何も起こらなかったわ。オイエーイ。そりゃそうだよ。そりゃそうだよ。ここ土神様だよ、ここは。お願いします。さあ、じゃ、割愛しましょうか、変身シーンも。ちょっと好きなんですけど。日神様はまた見たいな、後で。さて、亀の力で盛り下がれ。あー、テンション下がる。いいね。はいはいはい。ありがとう、オリビエちゃん。さて、これで力の試練かな、多分。赤色といえば力ですからね。行きましょうか。む、ここはどんな試練が待っているのか。
よろしくお願いします。こんにちは。目が光るね。ここは力の試練、3つのステージを乗り越え、オーブを手に入れよ。なんだ、試練だ。試練かも。試練、力の試練を受けるか。 OK。 まだなんかハリボテ倒せとかザコ敵倒せとかそれ系なのかな。うわ、ハリボテ感ある、これ戦うの。誰だ。なーにーもーないですわ、この部屋。力入れすぎて損しちゃった。帰るか。それでは力の試練始める。あ、今からなの。次々出現するブロックを時間内に壊せ。あ、破壊系。わかった。敵を倒すだけではないんですね、これ。だからありとあらゆるセンスを持ってね、攻略していけってことだ。まだまだあるじゃん。これ3回叩かなあかんねえ。1、2、3。どうだ、まだあんの。何回叩かなあかんねこれ。よらおらおら、こうした。どうだ。さあ、第一の試練はクリアだ。おいえい、最強。いいだろう、次のステージ進むがいい。全部ここでやれよ。じゃあねー。ヒュンってマリオが折りたたまれてシュッて入ってたね。さあ、2つ目です。ブロック壊す系ばっかじゃないと思うんだけど。さて、力の試練第2ステージ。このステージではバトルのハンマーが使える。 B でハンマーを振りかぶり、タイミングよく A を押すと、エクセレントな攻撃ができる。どういうことや。む、おお、エクセレント。あ、なるほど、衝撃波か。失敗した。そういうことね。こうやってエクセレントファイヤー。なるほど、バトルのハンマーもうまく使って壊せってことね。こうやって OK で、ここも同じようにエクセレントファイヤー。ちょっと待って。あ、ちょっと待って、これ叩こう普通に。えい。叩こう普通に。えい。でかい。あ、失敗した。やっぱエクセルの方が火力高いのかな。おい、グレート、やばい、下手くそすぎる。普通に叩こう。ナイスで。危ねえ危ねえ危ねえ。いいだろう。意外とでも時間に余裕があるのが優しいよね。で、今までとはなんか全然違う感じで面白いね。ブロック壊せだったり、バトルハンマー使えるよみたいな。何これ、釘があるけど、でっかい釘。力の試練ラストステージ。目の前の巨大な釘を時間内までに床まで打ちつける。どうすんの。ヒップドロップとか使える。なになになに、階段ができてきたけど。あららら、杭の上に残るがいい。説明はそこで行う。オッケー。で、乗りましょうか。俺右から、やっぱ左から登る。みんなどっちから登った。俺左からにするね。右利きだけど。行きます。階段が何。このステージはバトルのハンマーとブーツが使える。ハンマーは A で振りかぶり、タイミングよく、B で振りかぶり、タイミングよく A を押すとエクセレントな攻撃ができる。ブーツは A でジャンプを押し、タイミングよく A を押せば最大4連続踏むことができる。なるほど。A、A、ブーツの方が楽じゃない。ブーツめっちゃ楽なんだけど。ハンマーも行ってみる。おい、エクセレントワイヤー。ハンマーマジで遅くね。ハンマー、おらおら。よし、さあな、最後までね、叩きましょうか。ジャンプの方が楽だね。でんでん、よーし、どうじゃ。おいえい、簡単だね。力の試練を乗り越えた、おめでとう。オーブちょうだい、オーブ。なんだよ、わおう、イエイ。うー、イエーイ。テーマパークか、ここは。次へ進み、オーブを受け取るがよい。ありがとうございます。ここで渡してくれていいぞ。いいぞ、いちいち移動しなくていいんだぞ。ありがとうな、わざわざ。うわ、なんだこのボーリングの玉みたいなやつ。邪魔だな、これ。どうしよう。もうもらうものはもらいましょう。やった、力のオーブを手に入れた。力の試練をクリアしたものを明かした真っ赤のオーブ。わーい、マリオさんでとっても力持ち。コイン持ちでもあるからね、マリオは。大コイン持ちでもあり、ねえ、力持ちでもあり、強すぎるな。ありがとうございました。買います。結構楽しかったね、ここの力の試練。うわ、氷の神様も待ってるからな、早いこといかねえと。さあ、次はね、知恵の試練いきますか。まあ、ゲーム実況界一のね、あの秀才と言われたこの私、ダイダラね、ここは水の神様を使う。まあ、ここはね、秀才ですからね、僕は。飛ばしに行きましょうか。
さあ水をね抜いてくれ。おえーって。はい、どうだ。さあ水が干上がった。いいね。あれ干上がってどうすんだ。もう一回土神様で盛り上げるのか。これ土神様過労死するで。土神様の力めっちゃ使うな。さあ地面盛り上げちゃって、はい、よっこらしょ。はい、どん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 地面もりもり。あれ俺はバカなのかもしかして。ちょっとあれおかしい。盛り下げないと。え、これ元通りしたけど。これどうしたらいいんだ。行けたくね知恵って。歩いて行けたらいいのになっていう。え、でも歩いて行くの難しいから、これ分かったわ。これ氷の神様の力が いるんだ、この先に行くには。いや、こっちも同じじゃない実は。ねえ、どうやって行けばいいんだろう。さあ、ここにもとりあえず水神様の力入れてみましょうか。多分ですけど、水神様の水をこうやってゾバーって入れて、で、凍らして中通るようにするっていうのが、多分目的なのかなと、勝手に思っております。違うかな。ね、歩いていけたらいいのになっていう。いけないもんね、まだ今、ここは。よし、じゃあちょっと氷神様は次やっちゃいましょうか。さあ、とりあえずここにベンチがあるね。像もあるし、こんにちは。いらっしゃいませ、キノコを売りしますよっていう。いや、大丈夫です。ありがとうございます。いい人ですね、キノコ売ってくれるなんて。さあ、休憩しよう。ねえ。ひと息ついでに美味しいキノコはいかがです。キノコの宣伝やめてもらえますか、あなた。さあ、じゃあ今回はここまでにしましょうか。で、次回がついに氷神様の遺跡に挑戦となります。寒くて寒くてやばいところです。敵も結構強そうでしたね。やばいと思うんですけど、なんとか攻略して神様に力を授けてもらいましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録してない方はチャンネル登録や高評価もよろしく。おつぼよ。